にちは、みほです。今日は1ヶ月ちょっとぶりにボクササイズをしました。今使っている体重計、体脂肪率とか筋肉量とか、あと骨の重さとか、そういう数字が細かく出るものなんですけれども、体重や体脂肪率は標準なんですけれども、筋肉量と骨の量が標準よりも低いと出てしまっていました。まあたまたまそういう数字が出ちゃったのかななんて思っていたし、大丈夫な日と低い日と割とこう交互に来たりしていたので、気のせいかななんて思っていたんですけれども、ここ最近のデータを見てみたら、ずっと筋肉量と骨の量が低いと出ていまして、このままではまずいなと思ってボクササイズを始めたわけです。前にボクササイズをやったのが1ヶ月前くらいとさっき言ったんですけれども、その時はそんなに気温もまだ高くなく、汗をかいた記憶はなかったんですけれども、今日は東京都最高気温が37度くらいあって、もちろん部屋の中ではクーラーをつけていますが、それでも汗だくになりました。今後筋肉をつける方法を模索します。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。